フランスとアメリカが大争奪戦、40年で800倍の価値に。今の感覚でいくと10万円が40年後で8000万円になったって話なんですね、はい、日本の美術教育にも貢献、バルビゾン派。美術教育の最初のね、あの教授であったそのミレーとかバルビゾン派の人たちと実は結構親しかった。日本はまあ農業国でもあったし、日本の風土にあのミレーのやつすごくあったと思いますね。確かに親近感、親近感湧きますね、うん、秋のイメージの絵っていうと何かイメージする絵ありますか？あー、これ知ってます、知ってます。落ち穂拾い。そう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 、ミレーっていうね、美術学校に行きながらよくルーブル美術館によく通って、ミケランジェロとかですねに憧れながらあの絵を描いていた。身を振る男っていうことでね、農民がその作業をしている場面なんですけど、うん、これがまあ、あの国の買い上げになったりしてですね、国が買うんですね。そうですね、うん、種をまくっていうのは農民を賛美するような絵っていうこともあって、非常にこれ評価高いんだけれど、仮想階級をモデルにしてるっていうことがちょっと何たるどういうことなんだっていうね、かなり批判も実はあったんですね。フランスとアメリカが大争奪戦、40年で800倍の価値に。板書。板書、板書、うんうん、これが板書。これ板書ね、はい、でこれもあの農民のね、一日の作業が終わった時に平原に一日の終わりの鐘が鳴るんですね、まあ、それによって、まあ、今日が一日無事に過ごすことができましたと、いわゆるその労働への感謝であり、その自然への恵みへの感謝でありですね、と同時に神やその祖先へまたあの祈るということをあの習慣としてあるんですけれども、非常にそれが誠実な感じでね、見事に描かれた作品なんですね。でフランス以外でね、ミレーの人気があるってね、やっぱりアメリカと日本なんですよ。もともとね、この板書っていう絵もね、あのアメリカ人のあるコレクターがまあ注文をして、まあ、ミレーが描いたんですけど、はい、ちょうどアメリカがね19世紀後半から経済が大きく発展していった時代で、アメリカが大きな美術マーケット市場になっていた時代なんですけど、フランスからするとね、ミレーはフランスの自分の国の画家ですから、あの自分の手元に残したいっていうことがあって、それでフランス日本とアメリカ あの大争奪戦が実はこの辺に起きたんですけど、最初当時の1000フランかなで、あの絵が売れたんだけれども、その後にオークションの作品が出て、フランスとしてはどうしても欲しいということで、はい、フランスが実は購入が決まったんだけれど、結局予算が見合わずに時点であったアメリカが50万フランで買った。その後そのフランスのデパートと言われたシャシャールっていうね、まあ、これも大金持ちなんですけど、その人が80万フランで購入をして、その後あのルーブル美術館に寄贈されたっていう歴史で、実は1000フランから80万フランって800倍なんですよ。その80万フランおいくらですか？だからそれこそ10万円で買ったのが8000万になった。ミレーもびっくりですね。ミレーもびっくり、うん、日本の美術教育にも貢献、バルビゾン派。まあ明治以降ね、新しい体制になって美術教育も始まったんですけど、この美術教育の最初のね、あの教授であったそのフォンタネージっていうね、方、この人ね、これイタリア人 の、うんうん、あの画家なんですけど、イケメンですね。イケメンね、うん、でこの人が実はこのミレーとかバルビゾン派の人たちと実は結構親しかったということで、その日本で美術をあの教えるのに、そういった人たちの功績も紹介しながら始まったということがあって、で実はそのフォンタネージの弟子 その浅井忠とかね、黒田正規っていう、まあ、日本の、うん、ね、近代ヨガのこういった人たちが実はフランス留学するんですね。でフランスに行ってちょうど、まあ、バルビゾン派あのが、まあ、結構流通していた時代なので、原画はなかなか買えないけれども、いわゆる複製画をね結構日本に持ち帰ったことで、うん、まあ、それをもとに、まあ、美術をいろいろ教えていくっていう、まあ、背景があって、で最初に言いましたけど、いろんな学校にね、美術教室とか廊下なんかに複製画というと大体ミレーのこういうものが並ぶっていうのは、やっぱりそういうね、うん、あの原点があったんですね。で特にまあ日本は、まあ、いわゆる農業国でもあったし、日本の風土にあのミレーの絵ってすごくあのあったと思いますね。で確かに親近感湧きますね。親近感湧きますね、うん、勤勉な日本人は国民性ですし、この労働する人たちを描いた絵っていうことで、すごく多くの人たちがそこにシンパシーを持って、ね、見るようになった。それがまあだんだん普及していったっていう大きな歴史があるんですね。で、まあ、日本人はミレーが好きなので、
日本にもあのミレーの作品が結構あります。で有名な絵もね日本の美術館に入ってるんですね。これねでさっきの種をまく人、うんうんうん、で実は種をまく人って絵はね実は2点あって、そのうちの1点が今山梨県立美術館に入ってます。すごいです ね山梨にある。そうであと1点があのアメリカのボストンにあるんですけども、これがね1979年に山梨県立美術館が購入して非常にその時話題になりました。でそれ以降バルビゾン派のね、うん、人たちの絵も結構山梨が収蔵するようになって、もう世界的にもこのミレーとかバルビゾンの美術館としてこの山梨県立美術館って結構有名です。はい、それ以外にもミレーはね油絵だけじゃなくてあのパステルとか水彩とか銅版画っていうものも結構作ってるのがあるので、版画だとね小さいですし数が多いので普及するということで、ミレーの全作品のね1割ぐらいは日本にあるんじゃないかっていうことなんですね。ですから山梨に代表作ありますけど、それ以外でも、はい、結構美術館でミレーの作品を見ることができますね。まず日本との関係値が近い、うん、ということですか。近いですね、うんうん、今日ミレーを学んで、うんうん、やっぱ昔の時代は、うん、そういう自分より下の身分といいますか、うん、そういう悪いところはあまり書かないようにしていたっていうのが、うん、私たちからすると今じゃ当たり前じゃないですか、うん、もう見てるもの全てを書くっていうのが、そう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 、そこが昔はなかなか受け入れられなくて、そういうのでも論争が起きるっていうことにびっくりしました。やっぱりね印象派が出てきた時もいやこれがいいなのかっていうねものすごく批判もあったし、やっぱり時代背景としてまだまだ保守的な人たちっていうのはそれまでの宗教的な絵のイメージがずっとありましたから、今を描くってことがすごく今でいう現代アート的なんですよね、うんうん、だからミレーもあの非常にまあその描き方としては今を描く現代なんだけれど、労働とかねあの働く人へ のをテーマにしてるっていうことで、特に日本人がそういった人たちへのシンパシーっていうのを持つようになってますよね。なぜミレーの落ち穂拾いが学校でよく見るのかっていう謎も、ね分かったんで、本当ですよね、はい、うんうん、母校とかに帰るときにはそれを思い出したいなって思いました、ね、そうですね、うん、はい、でもなんかだんだん下がってきてる感じ、それがなんか気になってて、こういいストチッと違います先生、狙ってるんです、狙ってるわ12月にアート探求サロンのスペシャルイベントシンディ展を開催いたします。現在日本の画壇で活躍する8人の画家の方々にこちらシンディをモデルに作品を制作していただき、この長い画廊で展示するシンディ展、今日はあの白と黒のコスチュームでしたので、少しこう色抑えめのかっこいい絵を描きたいなと思っています。初めてのモデルだったので、どんな作品になっているのか私もとっても楽しみです。販売もしますのでお宅に飾っていただくと嬉しいんでいいです。16日のオープニングには私も足を運びますので、ぜひ皆さん見に来てください。近代絵画の父ポール・セザンヌ、そうまさにセザンヌから近代絵画が始まるということでね、で最初の出品作がこれなんですよ、首吊りの家っていうね、ちょっとタイトルからしてね、攻撃的というか、そうしこの自然界の成り立ちから実は学ぶという、その後のセザンヌの方向性がよく見える実は絵なんですけど、今週のおすすめはこちらの作品ですね、中山忠彦先生のデッサンです。でこの作品真珠の耳飾りというタイトルになっていて、まあ、ここにね、まあ、耳飾りがありますけど、柔らかいその真珠のですね光り輝きというものも描きながら、全体の女性の佇まいというかね、まあ、美しさをまあ見事に描いている作品ですね。中山先生の場合には非常にその美しく柔らかくですね描く、これできそうでできない、何かあの力を入れるところと抜くところ、これはもう長年の鍛錬の賜物という感じがしますね。中山先生は今の白日会というまあ団体のまあ会長ですね。で日展でも活躍をされている方です。この長井画廊での恒例の展覧会なんですけれども、ちょうどこの11月1日から11月11日まで第10回白日会デッサン展ということでね、あのデッサン展の会期中なんですけど、デッサンってあくまでその油絵を描くための下書き的なところという解釈でですね、なかなか発表するということを実はしない方が実は多いんですけれども、いわば完成作の油絵以上にですね、デッサンの方が難しいと思います。
本当に生の素のものが、デッサンは出ますのでね、本当にその作家の力量が見事に見えてしまうっていうところがあるので、中山芸術のね素晴らしさ、その原点をこういう形で埋めることができる機会ですので、ぜひこれも生でご覧いただきたいと思います。